おはようございます、八郎です。寒いです。前に動画を作った時にですね、ありがたいことにコメントをいただきまして、君の動画を本当に楽しんでいるよ、これからも頑張ってねっていうコメントをいただいたんですよ。で、僕それにお返事をしまして、これからも山で作る必要のないものを作っていくので見てくださいね、例えばマヨネーズとかってお返事しちゃったんですね。マヨネーズ作るって宣言しちゃったので、一から手作りしてみたいと思います。それじゃあ早速やってみましょう。そもそもマヨネーズとは何ぞやって話なんですけども、水と油を卵黄の力を借りて乳化させるっていう食べ物なんですよ。卵黄だけ使ってマヨネーズを作るっていうのが、まあ、メジャーですよね。ですので卵黄と卵白を分けていきたいと思います。必ず蓋のある容器を使ってください。理由は後でご説明します。どれで割ろうかな。これえいっ、えい、あ、よしよしよし。卵黄と卵白を分ける方法なんですけど、卵の殻を使いますね。卵白をまず落とし、うわうわ、そして卵黄をこちらに、はい、一旦卵白は蓋をしてここに入れておきましょう。これ後で使います。こうやって温めておかないと冷えちゃって大変なことになるので、こうやって人肌で温めます。卵、卵黄1個分、それにですね、お塩とレモン汁を使います。お塩ティースプーン1杯ですね、はい、レモン汁あらかじめ家で来てきました、はい、大さじ2杯、塩入れます。塩バーン。ご家庭でマヨネーズを作るときは当然泡立て器を使うと思うんですよね。僕も今日泡立て器を持ってきてはいるんですが、こんな寒い中でこんな一生懸命こんなんでネリネリしてどうだっていうと、まあ嫌ですよ、嫌です。でマヨネーズがどうやってできるかっていうと、レモン汁、水分とですね、それからサラダ油、水と油を卵黄の中に含まれているレシチンという成分を使って乳化させるっていう食べ物なんですよ。でその卵黄レシチンっていうのがですね、実はその温度によって固まりにくい、固まりやすいっていうのがあって、だいたいまあ10度から30度ぐらいの範囲内じゃないとレシチンが上手に働かないって言われてるんですよ。雪降ってるじゃないですか。もうこんな全然10度でも30度でも何でもない、ただ寒い。お湯を作って湯煎しながら作ろうと思います。あれ？大変なことが起きてしまいました。ガスストーブが壊れました。どうして取れたんだ、何が起こっているんだ、これうまくできないかもしれないな。手で混ぜるのは嫌ですよねって話でした、はい、そして火がつきませんでした。冷たいままだとどうなるかというとですね、卵黄のレシチンがうまく働かずに水と油が乳化せず分離した状態のですね、卵油ジュースみたいなのが出来上がっちゃうんですよ。僕だったら友達に卵油ジュースをどうぞって言われたら、まあその場で絶好ですよ、はい、頑張ります、はい。この泡立て器、このままやるのは嫌ですよねってことで、今日はですね、あの秘密兵器を持ってきました。こちらです、マキタインパクトドライバー。これで混ぜていきたいと思います。でこれ1個問題点があってですね、このマキタのインパクトドライバーって、この入れるドリルビットがですね、六角形なんですよ。でここまではいいんですが、泡立て器をこれに連結して使いたいんですけども、泡立て器が六角形じゃなくて丸なんですよね。もう1個秘密兵器を持ってきました。じゃあ今からご登場いただきましょう。いらっしゃい。これです、変換チャック、いわゆるコンバージョンチャックってやつですね。これはどういうものかというと、六角形のドリルビットをこのコンバージョンチャックを介して丸い形のビットをつけられるっていう優れものなんですよ。マキタのインパクトドライバーと泡立て器をくっつけていこうと思います。まずこうですね、よいしょ、はい、でここにこう入れて締め込んでいく、はい、どうですか、バカの香りがしますね。じゃあいきますね。はい、こういう状態になります。じゃあここにですね、油入れます。油は 100ml です。でこれをですね、一気に入れちゃうとうまい具合に乳化せずにですね、卵油ジュースが出来上がっちゃうので、油はほんのちょっとずつ入れながら混ぜていくのがコツです。じゃあやってみましょう。はい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 、もういいでしょう、はい、またこれを攪拌していこうと思います。
はい、こんなもんですかね。次はちょっとずつ油を足しながら攪拌していこうと思います。大体まあ半分 50ml ぐらい入れていきます。はい、半分ぐらい入りましたかね。ここにレモン汁を足していきましょう。普通にお酢を使っても大丈夫です。大さじ2杯ですね。レモン汁バーン。そしたらですね、ここに残りの油 50ml をここは一気に入れちゃいます。一気に入れても大丈夫なんですが、怖いのでちょっとずつ入れます。はい、いいんじゃないでしょうか。マヨネーズっぽいですよね。マヨネーズです。気温が低かったので不安だったんですけども、ちゃんとマヨネーズになりました。ということで、冬の寒いお外で作る手作りマヨネーズ完成です。で、外で作りたいなと思った時はですね、必ずこういう蓋のある容器を用意して作ってください。どうしてかというとですね、これ蓋のない容器で作っちゃうとですね、こんな大量のマヨネーズ一度に食えるわけないじゃないですか。この蓋の開いたマヨネーズの入った容器を持ってそこら辺をうろうろさまようっていうことになっちゃうので、必ず蓋のある容器でマヨネーズを作ってください。はい、見た目はもう完全にマヨネーズです。もうマヨネーズですよ。マヨネーズ作ってるからマヨネーズなんですけど、でどうやって食べるかっていうとですね、こちらですね、ドトールのミラノサンドに使われているパンと同じものだそうです。もうドトールで買ったので、まさにそうですね、ミラノサンドに使われてるパンです。手作りのマヨネーズをこのいいパンに乗っけるって、それだけで贅沢な感じしますよね。マスタードは、これは自家製で、ね、いや違う、あこれ違う、はい、ちょっと僕マスタード多めが好きなので、ちょっとバカみたいに塗りたいと、ちょっと 大好きなんでね人生でなかなかないですよね、この雪山でパンにマスタードとマヨネーズを塗るっていう体験、いや貴重な体験をさせていただきましたね。たっぷり塗ったマヨネーズマスタードパンです。いただきます。うん、マヨネーズです。ふわふわ感というか、ふわ、もう本当に市販のものですね。いい酸味です。すごく美味しい。パン美味しいっすね。マスタードのピリッとしたのもあってすごい合いますね。美味しい。うん、これマキタで作ってます。いやでもマヨネーズっていろんな種類売られてると思うんですけど、意外とこんなに簡単にできちゃうなんていうのはあまり分かんなかったですね。で、あれぐらいの材料でこれぐらいの量ができるんですから、皆さんもぜひお家で作ってみてもいいと思います。美味しい。油卵ジュースになる可能性もあったんでね、ちゃんとしたマヨネーズが食べれて本当に幸せだなって思ってます。